大阪城天守閣は大阪市中央区の大阪城公園。大阪城の天守内部にある博物館。天守は国の登録有形文化財である。1925年3月15日から4月30日まで大大阪記念博覧会が行われた。会場は2箇所で、第1会場は本館などがあった天皇寺区の天皇寺公園で、第2会場が 大阪城本丸の天守大城に建てられた豊か交換であった。豊か交換では、豊臣秀吉の遺品などの展示が行われ、約70万人が訪れて大盛況となった。この豊か交換の人気を見た、後藤新平が天守の再建を口にし、大阪市長のカに一がそれを耳にして、天守の再建を決意したとされている。関市長は、 昭和天皇即位の大礼の記念事業として、天守の再建と大阪城公園の設置を議会に提案し、大阪市会の承認を得て、大阪城の奇襲御天に司令部をク軍第4師団と協議し、第4師団の新たな司令部を大阪城内に大阪市が建ててくれるならばと了承した。早速、大阪市は市民から寄付を募り、 住友財閥の住友友成からの25万円の寄付など多くの市民からの協力を得て、最終的に150万円が集まった。店主はこのうちの47万円をもって再建が行われることとなった。なお、新たな第四師団司令部の建築費は80万円。本丸、山里丸、二の丸の一部の大阪城公園化整備費に23万円が使われている。 こうして市民の寄付金により1931年10月に鉄骨鉄筋コンクリート構造でエレベーター付きの博物館として3代目の大阪城天守が完成した。その外観は大阪市の中高の祖といえる豊臣秀吉を忍び、大阪夏の神図屏風に描かれている秀吉の天守を元として建てられている。大阪市土木局建築家の古川茂春が設計。 衣装は、天沼春一、構造は並、高交差地をと、片岡康、思考は大林久美が担当した。内部は、豊臣秀吉と大阪市の歴史を中心とした、歴史博物館とするために、天皇寺公園内にあった大阪市立市民博物館を閉館し、その資料一切を天守に移して11月7日に、天守閣郷土歴史館として開館した。同時に、 本丸にある第四師団の前の司令部であった。紀州御殿は大阪市に移管されて、本丸、山里丸及び大手門から桜門までの二の丸でもって大阪城公園が開園された。しかし、その面積はわずか七万千平方メートルであった。天守風建築の博物館の講師である天守閣郷土歴史館は、その内部の展示の充実さも、さることながら、 天守の最上階にある展望台から大阪平野が一望できたことも大人気を博した理由であった。だが、同時に大阪城の東部に広がる陸軍造兵賞大阪交渉もよく見えたのは軍からはよく思われていなかった。しかし、品事変が勃発した影響により、1937年11月3日には軍機保護法によって天守からの写真撮影が禁止された。 カメラを所持している人は、大手門でカメラを預けないと、大阪城公園自体に入れないようになる。さらに、1940年12月には各階にある、すべての窓が板で塞がれた。8階には、上がれるが、巡る縁には出られないようになり、景色が全く見れなくなった。太平洋戦争中の1942年9月25日、ついに博物館が休館となった。 歴史資料や展示物をそのままにして、学芸員は退去を余儀なくされた。同時に、大阪城公園への一般市民の立ち入りが禁止される。なお、店主への入館者であるが1939年93万人、1940年93万人、1941年65.2万人、1942年9月まで20.5万人となっている。 1943年には天守に中部軍防空情報隊が入る。1945年、数度にわたる大阪大空襲により、天守の南西部と北東部に一ン爆弾の資金弾を受ける。これにより、南西部の天守大石垣は傷つき、一部が欠けてしまい、北東部の天守大石垣は大きなズレが生じ、歪んでしまった。しかし、天守本体に、 大きな被害はなかった。それでも、焼夷弾や戦闘機による機銃装射によって多くの瓦が傷ついた。同年9月28日、新中軍から大阪城とその一帯に広がる軍用地の明け渡し令が出され、急いで陸軍が撤収作業に入った。これに大阪市も動き、陸軍からトラック3台を借りて天守に残ったままの、 歴史資料や展示物を天皇寺にある大阪市立美術館の地下収蔵庫に移送した。翌29日に新中軍が大阪城に入ると以後、日本人の立ち入りが禁止された。この間の1947年9月12日には、紀州五天が新中軍の失火で消失してしまった。1948年8月25日、大阪城が返還され、 それに伴って大阪城公園が拡張されて107万平方メートルとなり、翌1949年に博物館が再開する。1995年12月から1997年3月にかけて平成の大改修が行われた。この時、建物全体に改修の手が加えられ、構造は半身 淡路大震災級の揺れにも耐えられるように補強され、外観は壁の塗り替え、傷んだ屋根瓦の取り替えやシャチ、鬼瓦の金箔の押し直しが行われた。また、身体障害者や高齢者向けにエレベーターが商店主大西側に取り付けられた。1997年9月、店主が国の登録有形文化財となる。2015年4月から大阪城店主格及び、 大阪城公園は大阪城パークマネジメント株式会社が管理している。通常は階段で天守1階へと行くが、商店主台にエレベーターがついており、身体障害者や高齢者は申し出れば使用できる。天守1階から8階までエレベーターがあるが、通常は5階までの上り専用となっている。しかし、身体障害者や高齢者は、 申し出れば8階まで行くことができる。午前9時から午後5時ただし、開館時間を延長する場合がある。ありがとうございます。